生のせこんにちは、ひまひまです。今回はですね、今日は、現在、11時59分。綺麗にもう12時になる、もう日付をあと1分で越す、この時代、というかこの日なんですけれども、本日私、フローキャンセル会話させていただきます。まぁ、ちょっと、これはいろいろあって、というわけで早速やっていきましょう。レッツゴー。して、フローキャンセル界隈をするって、どういうことかというと、まぁ、単純に言うと今日お風呂入りたくないってことです。めんどくさい何これ、お風呂ってなんでこんなめんどくさいの。すごい恵まれたことをね、言ってる自覚はあります。その、贅沢なことを言ってる自覚がすごいあるし、いやいや、風呂、めんどくさいとかじゃなくて、入れよって思った方いると思います。お風呂ね、本当にね、でもめんどくさくて。私はお風呂入ることがめんどくさいっていうよりも、それ以上に、お風呂上がりのスキンケアが一番めんどくさいんですよ、実は。めんどくさい、めんどくさい。朝はスキンケアとか、マッサージとかしなきゃ、まあ、外に出れないから、そのむくみを取る行動をしないとね、その、朝が始まらないから仕方がないのよ。朝1、2時間かけることは。ただなんで、え、待って、虫死んでるよ、ここに。待って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 。なんかいるなと思ったんだよね。待って。死んでる虫ですら取れない。怖い。しかもちっこいよ。黄色の羽がついてる虫。ちょっと待って、結構無理。こういうこともあるからさ、お風呂も入りたくなくなるんだよ。それはいいとして、なんだっけ。で、朝ならわかるんだけど、そのお風呂上がりに化粧水してパックして美顔器してとか、なんかもういろいろめんどくさくて、お風呂入りたくないってなって、入りません、今日はもう。もういい、入んなくて今日は。疲れちゃった。何もしないのに疲れた。今日はほんと、多分ね、昨日、一昨日、その前の日とかの撮影の疲れが一気にドスンと今日、今来た感じです。今日来たっていうか今。これを見てわかる通り、眠いんですね。眠いひまひまって感じ。ほんと現在。もう挨拶これからこんにちは、眠いです。にしようかなってぐらい眠いんですけど。なんか、そうね。寝ます。で、さすがにそのままは寝ません。疲れ果てて寝落ちとかならわかるんだけど、今日はちょっとだけ気力があったから、今さっき立って、見て。ちゃんとメイク落として、るでしょ。メイク落として、アイプチ、後付け用のアイプチして、カラコンも取りました。偉いよ。もうそれをしてるだけで偉い、本当に。で、風呂キャンセル界隈ということで、一旦風呂キャンセル界隈とはってのを調べてみるか。まあ、この意味はね、とにかく風呂に入らない人なんですよ。やっぱね、風呂キャンセル界隈になってしまう理由として、仕事で疲れた、明日は人に会わない、といった様々なものがあるようだ。そうね、なんかちょっと嫌なんですけど、なんかちょっと皮膚炎みたいなのも出てきたんだけど、いいのよ。今はいい。別に。いいの。なんとか炎とか気にしないよ。別に。あ、でも私はちなみに、一日お風呂入んないと気持ち悪くなっちゃうから、二日連続風呂キャンセル界隈とかはさすがにしないし、今は風呂キャンセル界隈をするんですけど、ただ今すぐ寝て、起きたらすぐお風呂入ります。そう、ちょっと、風呂入んないとね、さすがに気持ち悪いから、私は。だから、夜入らなかったら絶対朝は入るって決めてる。そのままお風呂入らず一日過ごすのが罪悪感と、ちょっとさすがに気持ちが悪いって思っちゃうから、そうします。ちなみにでもね、今日汗かいてないの。ここが問題だよね。汗かいてたらちょっと気持ち悪くてお風呂入りたくなる時もたまにあるんだけど、汗かいてないから、ちょっと、ね、お風呂入る気力がさらに湧かないっていうのもあります。まあ、とにかく今日はお風呂キャンセル会話をするので、もう寝まーす。よし。では、おやすみ。はい、起きました。もう眠すぎて
て昨日爆睡したのね。あの後昨日の夜は多分風呂キャンセル界隈してる人っていう格好っていうかなんか雰囲気はしなかったと思うんだけど、これ見たらすっごい風呂キャンセル界隈してる人だったよね。もうあ、お風呂入ってないんだなこの人って一発でわかる。でもね、昨日ケープでガチガチに前髪したからめっちゃお風呂入りたい。このケープのガチガチがちょっとね、私はね、朝からは嫌なんですよね。まあそんな贅沢言ってらんないし、あとあの顔がめちゃくちゃむくんでる、やばい。まあいいやってことで、ちょっとまだお風呂入んのめんどくさいし、本当は今日ね6時にアラームかけて6時に一回起きたのよ。ただ今日何にもやってないから結局ね寝ちゃったんですよ。で今8時一旦朝ごはん食べますかね。そうしよう。うん、はい、朝ごはんできました。じゃん、グリークヨーグルトです。マンゴーとブルーベリーと蜂蜜のせい。なんかさ思ったんだけどさ、私的に朝風呂の方が本当に効率いいんだよね。私お風呂入ったら2時間かかっちゃうわけって考えたら朝風呂の効率いいよね。でもなんか朝起きてお風呂入ってた時のなんか達成感っていうか、あ、今日お風呂入ってた、じゃあ今からお風呂入んなくていいんだ、ラッキーみたいな気持ちになっちゃうのよ。であれいいよね。まあお風呂について別に語る必要ないんですよ。とにかくご飯食べます。もう8時か、もうお風呂入りたくない。でも入んないと。はい、では朝ご飯食べます。いただきます。じゃあまずさくらんぼから、あのさくらんぼファーストってやつね。うん、これはアメリカンチェリーです。おいしい。なんか最近さ、それこそ前も動画で言ったと思うんだけど、 TikTok とかでひまひまちゃん本当に可愛いし愛嬌もあるし優しいし、 YouTube の動画見たらもっと好きになったって TikTok のコメントすごいいただくことが多くて、もうちなみにめちゃめちゃ嬉しいのね。めちゃめちゃ嬉しいんだけど、ただ TikTok 見てさ YouTube 飛びました。プロキャンセル界隈してるじゃん。うわっ、いや、今なんなんこれ。で、思わないかちょっと心配で、今日の動画上げるかどうか迷いました。本当だろ？だってさ、冷静に考えて、他の人がいたらどう思うのかな。あ、でもちなみに、違うの、さっき調べたら、フロキャンする会話行って、4日とか入ってない人もいるんだって。私は1日入んないだけでも限界だから、キャンプとか1日入んないとちょっとさすがに、入らないとなっていうさ使命感になっちゃうかもね。で今日もさすがにこの後入ります。夜入んないだけだけど、でも一応お風呂キャンセル界隈なのかな。さっき調べたらなんかお風呂の前、でもドアの前なんだけどって余裕で1時間座ってるって言ってて、待って暇って思いました。いや本当にもうお風呂が嫌すぎて、ママにお風呂入りなさいって言われてもうめんどくさすぎてお風呂の前に座っちゃうの、洗面所のところ。普通に服とか着たままね、このまんま大工座りして寝ちゃうの。もうアウトでしょ。やばいよね。今日何時入ろう。今8時半だよ朝の。だってこっからさ、ちょっと韓国ドラマ見たりとかいろいろしなきゃいけないじゃん。夏休みの宿題どうしよう。夏休みの宿題を今、存在自体忘れてた。やばいもん。私は夏休みの宿題は、めっちゃ急いでやる人じゃなくて、本当に最後にやる人だから、終わればいい精神だから。だから大学のオープンキャンパスとかも行くからさ、それのね、レポートとかもあるからね。あ、てか、私的には、次の日入ればいいなって思うの。ママとパパは本当に、早くお風呂入りなよ、早くお風呂入りなよって夜に、ちょ、前まで言ってきたんだけど、もう諦めたっぽくて、本当に言われなくなったの、急に。夜に、早くお風呂入りなって、マジで本当に一回しか言われなくなりました。結構楽。どうせ暇が入んないってのが分かってるから。だと思います。うん。優雅ですわ。ごちそうさまでした。ちょっといただいたクッキーを食べます。優雅な朝にしたいからね。わお、
前にひまがちょっと割って食べてたやつがあるからそれを食べる。優雅ですわん。お腹がとってもいっぱいです。ということでどこを見てた、あの時間を見てました。今8時半なのよ。本当はここでお風呂に入れって感じなんだけど、ちょっとねまだ気力が湧かない。なんで今日こんなお風呂入りたくないんだろう。めっちゃ入りたくない。なんで本読んでニュース見てみたいな、ちょっと勉強事をしようかなと思います。もう9時半にお風呂入ろう。いいよ。あーめんどくさーい。人生なんかいろいろさ、なんかなんだろう、でもしょうがないよね。なんかそうやんなきゃいけないことってあるから、やっぱまあ風呂入りたいけど入りたくない。なにこれ、葛藤って感じ。葛藤中。これが人間の、私これ一生返してきたいんじゃないの。大丈夫、こんなん YouTube でいっぱい出してさ。まあでもたまにはこういうこともあります。毎日じゃないから大丈夫だよ。はあ、なんか疲れた。何もしないのに。今日どういう動画撮ろうかなとかいろいろ考えてるんですよね、こういう時にも。本当だよ。でもちょっと考えすぎてお風呂入るのめんどくさくなっちゃったのかな。うん。ってことで、本日は風呂キャンセル界隈をした JK でした。もうね、たまにはいいんです、こういう息抜きの日を作っても。みんな今日ちょっと語るところがねめっちゃ多くなっちゃって、もうずーっと話してるしね、もう何話してるかちょっと自分でも正直よく分かってないんですけど、まあ人生楽して、たまには息抜きして頑張っていきましょう。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。まあ風呂キャンセル界隈、私は頑張って2日かな、いやでも1日だなみたいな感じですけど、みんなさすがにお風呂頑張って入ろうね。今のお友達にお風呂大好きな子がいるの。大好きすぎて早く入りたい早く入りたいみたいな、あの子みたいになれたらいいなみたいな思っちゃって、一時期超お風呂好きな時期ありました。